岡山選手、お疲れ様です。お疲れ様です。改めて昨日は開幕戦、はい、まあ、緊張とかもあったんですか？いや、緊張は特にはしなかったですね。全然、まあもう開幕戦も2回目3回目になるんで特には緊張はしませんでした。まあ、今シーズンメンバーも変わり、はい、最終ラインの構成も変わったと思いますけど、そのあたり1試合振り返ってみてどうですか？そうですね、まあ、最終ライン含めて、まあ、前線の選手も守備で貢献してくれましたし、まあ、練習試合で、まあ、なかなか無失点というのがなかった中で、まあ、開幕戦でゼロで抑えられたのは、まあ、一つの収穫だったかなと思います。今回プレーする上で何かこう特別意識したことっていうのはありますか？特別意識した、そうですね、まあ、まあ、まずは失点しないことっていうことと、まあ、あとは前線に相手も、この力が高い選手が多くいたので、まあ、そこの、まあ、局面のマッチアップのところで負けないというところは意識してました。中盤のメンバーがかなり若い選手で構成されたと思うんですけど、はい、その辺こう後ろから俺が支えてやるぞみたいな、そういうのもあった？いや、特に、まあ、ピッチに入れば年齢も関係ないですし、まあ、海舟にしてもレオにしても、まあ、他の中盤の選手にしても、まあ、若いですけどすごいしっかりしてますし、まあ、頼りにしている部分がすごいあるので、まあ、その辺は特に、まあ、安心して任せられるというか、そういう存在ですかね。今シーズンまた3年連続選手会長、はい、そして新たな役職として副キャプテンっていうのがつきましたけど、はい、その辺はご自身どのように思っていますか？いや、まあ、どのようにまあ、選手会長として、まあ、チームをまとめるというかっていうことも大事かなと思いますし、まあ、副キャプテンとして、まあ、キャプテンの水さんを支えるというかっていう役割もそうですし、まあ、あとはまあ、なかなか中堅って言われる選手が少なくなったと思うので、まあ、若手の選手と、ベテランの選手との、まあ、橋渡し役じゃないですけど、まあ、そういったところも、まあ、担っていければいいかなと思ってます。副キャプテンはやったことは分かってますか？ J リーグ入ってからはないですね。まあ、大学時代は副キャプテンでした。こうまたキャプテンとは違う立ち位置だと思うんですけど、副キャプテンだからこそ意識してるみたいなことってありますか？そうですね、別にこれと言ってないですけど、まあ、水さんが、まあ、姿勢とか、まあ、言うことも言ってくれますし、まあ、それの、まあ、肉付けじゃないですけど、まあ、ちょっとずつ、まあ、本当サポートっていう形になると思いますけど、まあ、水さんが、まあ、ほとんど全部気づいたりとかしてくれるので、まあ、そこに、サポートできればいいかなと思ってます。選手会長のお仕事としては、開幕の少し前に決起集会の幹事をやったと、はい、その辺はこ う, そ う, そ う, うまくいっていい形でその選手の結束ができて、開幕迎えられたとか、そういう手応えはありますか？そうですね、まあ多少の、まあ、みんなでお酒も飲みつつとか、まあ、ザックバラに話して、チーム一丸で戦おうというところを、まあ宮崎キャンプでもバーベキューしたりとかで、かなり深まったと思うので、まあ、そこをもう一回美味しいお肉食べながらみんなで整理して、で、まあ、一丸となって戦おうっていうことを開幕に向けて、取り組めたのかなと思います。その辺があれですかね、その若い選手、ベテランの選手、中堅選手うまくこうコミュニケーションを取りながら昨日試合できてたなと思ったんですけども、はい、やっぱそこが生きてるなってところですか？そうですね、まあ特にその決起集会では、ゆうきくんとかハンさんが若手選手を誘って一緒に飲んだりとか、まあ、っていう場面がすごい多く見られて、まあ、すごい楽しい会になったので、まあ、そういったところがチームとしての一体感につながっているのかなと思います。まあ、これから長いシーズン始まりますが、昨日は6400人を超えるお客さんに来ていただきました。はい、満員の雰囲気でできたことがチームにとっても良かったのかなと思うんですけど、改めてファン、サポーターの皆さんに昨日の応援の感謝と今シーズン の, 思いをメッセージでお願いします。はい、まず昨日は、多くの方にご来場いただいて、そして僕たちを後押ししていただいてありがとうございます。まあ、本当にああいう満員の、スタジアムでプレーできるっていうのは選手にとってもすごい幸せですし、何より本当に僕たちのパワーになるので、ぜひこれからも、まああいった、監修の方々がいる中でプレーしたいなという思いが強くなりました。まあ、それを達成するにはやっぱ自分たちの、
まあ、結果もそうですし、サッカーの内容もそうですし、まあ、そういったところももっともっとこだわっていかないといけないなっていうふうに思うので、まあ、昨日は、まあ、0-0の引き分けっていうことで、まあ、やっぱしサッカーを見に来る上での醍醐味って得点が多く生まれる瞬間が一番の、楽しみだと思うので、まあ、そういう僕たちが得点する数っていうのを増やして、まあ、たくさんの笑顔があふれるスタジアムにしたいなと思いますので、ぜひ、皆さんも、たくさんの座公園足運んでいただいて、祇園スタジアムを、青に染めていただいて、僕たちと一緒に戦いましょう、これからもよろしくお願いします。福山選手のゴールはどうでしょうか。そうですね、まあ、そろそろ行きたいなっていう気持ちはありますけど、まあでもあんま主力を出しても僕らしくないので、まあ、謙虚に狙っていきたいなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。